はないのです。なんと、苗の家に家だー。ということで、味噌菌が届きました。重、こんな重いんだこれ、すごっ。うっ、ヒカキンさんだということで、ヒカキンさんから味噌菌が届きました。なんか苗がアホみたいなすごい失礼なツイートをしたら、それを発見してくださってわざわざ送ってくれました。ありがとうございます。今まで面識ないんだよ、ヒカキンさんと苗なの。なのにくれた。なんていい人なの。でっか、すごっ。クリティシャンさんもね、うぅ、揉めた。てかもう味噌のいい匂いがする。もうずっと食べたかった。どこ行っても売ってなかったじゃん。中何入ってんの。白味噌とニンニクの旨味広がる病みつきな味わい。うわ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 、いい。なえなのさんへ、ぜひ味噌菌食べてみてください。すごーい。いやな、こういうさ開封動画みたいなの撮るのめっちゃ久しぶり。T シャツ、ミスキン、ミスキンマネキン、マネキン、ででん。かわいい。これも、これ、非売品なのかな、これ。非売品大好き。かわいい。わあ。うわ。見る？こんなくれるの、ヒカキンさん。1金、2金、3金、4金、5金、6金、7金、8金、9金、10金、11金、12金。ワンダースくれてる。やばい、やばい。あとこの、味噌菌飯。1、2、3、4、5、6。ヒカキンさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいんだけど。両方食べよう。お湯沸いた。開けます。ここまで剥がす。わあ、めっちゃいい匂いする。なんかこんなもやしとかが入ってるのかな。5分待ちます。固めがいいから4分にしよう。味噌菌飯、これ両方なんかつけてるやつがあるね。うわー、こんな感じ。こっちも5分だ。ブン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 。うわ、めっちゃいい匂いする。お箸短いな。一回これ入れないで食べてみる。あー、緊張するんだけど。ずっと食べたかった味噌菌。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しいんだけど。うわ、感極まる。濃い、味噌が濃い。うま味噌で、麺がちょっと太くて平たいのかな。めっちゃ好きな麺。すごい、あの味噌スープが絡んでくる感じの麺。うん、次これ味噌菌飯。うわー、こういう感じです。具がいっぱい入ってるね。いただきます。うまっ。すごい濃厚味噌、甘じょっぱい感じ。これちょっと辛そうなの入れてみるわ。おお、あ、ラー油。うわ、全然香り違う。うまっ。あ、全然辛くないわ。飯の方のちょっと入れてみる。うまい。おいしいよ。麺食べきりました。美味しかった。ヒカキンさん本当にありがとうございました。美味しかったです。ちょっと急なんですけど、じゃん、なえなのフォトブックが6月17日に発売になります。こんな感じでいろんなお洋服着てたり、ボリュームたっぷりな一冊となっておりますので、ガチ見応え本です。イベントもあります。ぜひ買ってください。ということで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価お願いします。またね、バイビー。